の銀次のあたりの借金弁だ。もうこれ以上飛ばさないでくれ。桃鉄ワールド23年目行ってみましょう。今までの結果がこちら。ドヒー君との差がついちゃってきた。このまま9000億の差をつけるよ。どんだけつける気まんまなんだよ。そんな差がつかないように頑張っていくぞ。なんだ、なんか起きたのか。 ICPO スリの源氏当たり年、最悪な1年の始まりだ。またお金なくなりまくんのかよ。あじゃピチバー。世界旅行がいるからサイコロ振るしかできないな。できれば近くに飛ばしてくれ。そこはあの世まで飛ばしてちょうだいよ。どこまで飛ばす気なんだよ。さあいいところに飛んでてくれよ。戻っちゃうの。いいところに飛ばしてから戻ってほしかったね。あキングデビルが厳しすぎる。皆さんどうもバカバカップバカキンです。いや遠いからサイコロ増やして進んでいくよ。どでかい数字出して卑怯なことやってんな。まあバカギンだから別にいいけどね。卑怯なことをやっても負ける男、それがバカキン。自らボンビに近づいてくるなんてさすがバカキンだ。バカキン早速スリの銀次。お金全然持ってなくても容赦なくやってくるね。恐ろしすぎるぞスリの銀次。残り5だ。もうゴールしちゃうよ。5は6かよ。6じゃゴールできないな。だったら買い占めでもしようかな。マイナスだけでもいっちゃうよ。マイナスのところは持ってたらなんかいいことそのうちあるのかな。今のところよくわからないけどね。残り19。もう1か8か。ジェットカードで行ってみるか。使い切っちゃうけどもゴールできる方が大事だ。いけ。お、いいんじゃない。あー届かないか。くそ。先生は地獄に落ちちゃう運命。そんなの絶対嫌だよ。いいこと起きてほしいよ。だけど次ねゴールできるかもしれないもんね。さらにはいいカードゲットする。いいよぴったりカードは。デビルだっていなくなってくれたぞ。先生が一気に近づいたな。世界旅行がいなくなってやっと本気が出せるって言ってもいいカード持ってないんだよ。仕方がないからバカキンにボンビーをつけて終わりかな。あとはまとめ買いしたいところだけどキングデビルがいるんだよ。やっぱりキングデビルは辛すぎる。僕が絶対ゴールするんだもんね。まずいな。ここで近づかれちゃったら次僕がボンビーじゃないか。なんだまさかのバカキンが付け返してきた。ボンビーいたら嫌なこと起きるんだったよね。毎回少しずつ成長している。バカキン100年目になる頃くらいにはまとも金になってるかもしれない。100年目でまともじゃ遅いけどね。おこりこお願いします。あーまだゴールできないのか。だったらカード売り場でカード買っときますか。いらないカードを売っといてジェットカードを。飛べるカードも欲しいけどお金もったいないからやめときますか。銀次だ。だったらお金使っとけばよかったか。だけどいつ出てくるかなんてわかんないもんね。4分の1でお願いね。やった。ラッキーコッキーおいしいし。これはチャンス到来だ。3出してやる。あ出てくれないのかよ。辛すぎる。だから言ってるじゃないか。先生は地獄に落ちる運命だって。ゴール対決も盛り上がってるが、どっちがボンビー対決も盛り上がっている。バカキンより近くに行っとかないとな。と言ってもカードがないのが辛すぎる。うまいことカード売り場に行けないな。カード駅にも行けないしな。もうプラスのところに行っとくしかないか。ボンビーはお手柔らか。ここでスリの銀じゃきつすぎる。キングデビルついてるっていうのに。これは借金地獄確定で
メシウマ。メシウマじゃないから全部持ってかれた。さらにはここで変身もすんのかよ。ここでキングデビル来てくれたら面白すぎるんだけど。ミニにしてちょうだい、お願いよ。あ、世界旅行か。なんだよ、もっとがっつり借金が良かったのにな。まあめっちゃ遠くに飛ばされたら嬉しいね。全然嬉しくないから、頼むからゴールに近づいちゃって。いいよいいよ、やった、これはゴールに近づいてる。なんならゴールしたい。すごいよ。なんでいいこと起きちゃうんだよ、面白くないな。そういえば連帯保証人カードがあったからバカ金が借金になってる。ありがとうございます。なんでありがとうございますなんだよ、意味わからないな。だけど助かったぞ、よかった。借金になってよ、つまんないな。借金絶対嫌だよ。あ、デビルのこと忘れてた。結局借金だ。結局借金、面白すぎる。皆さんどうもバカバカプバカ金です。じゃあサイコロ増やして一気にゴールしちゃうよ。そう言いながら島民カード使ってる。あれ、使うカード間違えちゃった。間違ったじゃないよ、最悪なカード使われた。ここで寝ちゃったということは、アゴマッチョくんまたどこかに連れられてっちゃうってことかな。せっかくゴールまで近づいたっていうのに何やってくれてんだいバカキン。やっぱりバカキン本当は頭がいいのか。お、ここで仲間にしたシュバイツアーが来てくれた。カードで苦しんでるキングデビルカードを消してくれた。もっと早く消してくれたらよかったのに。なんなら世界旅行も消してくれたらよかったのに。あ、せっかく近づいたのに遠くに飛ばされてゆく。だけどどこかに飛んでまた戻ってくるっていう可能性もあるから、それに期待してもいいかもな。戻れ戻れ、そこから戻れ。あ、ダメだった、また遠くなっちゃったよ。アゴマッチョくん結局ピンチ、ピンチ取り越して、ポンチペンチポンチ。この放送サイコロ増やして進んでいくぞ、できるだけ遠くに進んでく。バカキンに逃げられ、またまたボンビーのピンチが来ちゃったよ。眠っちゃってるからゴールできないよ。ゴールまであと少しだっていうのにね、バカキンだけが進んでく。頼むから早く起きてくれよ。そしてゴールの近くに飛んで行ってくれ。右だ右、右に行ってくれよ、お願いします。いよいよ、だけどちょっと上か。そうだそうだ、まだ終わりじゃないでしょう、そっちはダメだって。結局近づけない。寝てる間に噛まれて運ばれてんのによく起きないね。それは言わないお約束。みんなが死んでる間にゴールするぞ。寝てる間ね、死んでる間だったら普通に余裕でゴールできちゃうよ。これは一生起きないかもしれないな。そのうち起きるから大丈夫だよ。ほら、一出てくれ。なんでだよ、このチャンスだっていうのに。先生だいぶ運ないな。先生が起きたということはみんなも起き出すかな。どうだ、起きないのかよ。なんで起きないんだよ。だったら近くに飛ばされてくれ、戻っちゃうの。これはいいのか悪いのか。絶対僕が一番でゴールするんだ。いいよ、でかい数字でどんどん進んでく。カードもいいのゲットしちゃったもんね。バカキンもかなり迫ってきそう。よーし、起きれたぞ。じゃあスペシャルカードで、いやサイコロ3個でいけちゃうか。はい、ゴール、ありがとうございます。あれー、ダメだった。やっぱりスペシャルカード使うべきで、おちびちばー。じゃあ適当な場所行っといて物件でも買っときますか。ちょっと買いすぎちゃったかな、やりすぎた。ああ、釣りの源氏やろう。だったら買いすぎてもよかったか。だから釣りの源氏出てくれてよかったか。よくはないでしょう、お金取られるんだからさ。半分だったらまだまだギリギリセーフだね。さすがにそろそろゴールしないとな。
一出て、やったー。先生ゴールすんの？やっぱりスペシャルカード使っとくべきだったか。いいじゃん、ビリなんだからちょっとぐらいゴールはさせてよ。そしてジェットカードもゲット、ありがとうございます。さあ、それじゃあ次の場所はどこかな。結構遠くになっちゃったかな。物件も買っておこう。ゴールまではみんな微妙な距離だね。残り39か。これはもう飛んじゃった方が良さそうだな。強奪飛びカードでいっちゃおう。内のところお願いします。8が一番近い。まあ、俺だったら2回でいけるし、いいか。アゴマッチョが反則技カード使ってるな。1000万のやつしかないの。いや、そう、もっとお高いやつを盗みたかったね。安くたって盗みは犯罪。あなたは死刑です。怖すぎだな。あとはボンビー、変なことしないでくれ。物件まあこれぐらいだったらいいか。ゴールまで37。あれ、なんかいつの間にか遠くなってない？ゴールの場所変わったからね。そんなんも分かってないのかよ。やっぱり結局バカでした。青マス止まって、お金たっぷり、こんだけあったら優勝。あれ。お金もらってからそれなの。それの現状。面白すぎる。バカキバカキ。笑いすぎだから。どんだけ笑ってんだよ。残り26なら飛ぶのももったいない距離か。サイコロ増やして地道に進んでいこうかな。あとはあっさりの銀次が怖いよね。まあお金もそこまで今は持ってないから出てきてくれてもいいけど、なんなら出てきてください。出てきてくださいはおかしいでしょう。動画が盛り上がるからね。もらったジェットカードをうまく使って絶対に1番でゴールするぞ。もっとでかい数字出てくれないと困るけどね。ジェットカード使ったってのに土肥のことを抜けないのか。僕のことは抜けないけど髪の毛は抜けてるけどね。ハゲでうまいこと言わなくていいから。みんな少しずつ近づいてきたな。みんなが来る前に残り2回でゴールするぞ。次6出せばゴールだね。物件はできるだけ買っておきましょう。買い占めできるとこなのに2人に邪魔されてる。ここで変身とかやめてくれよ。キングボンビーで地獄行きだ。それだけはやめてよ。また1位との差がついちゃうからさ。2位さえ落ちてくれれば僕が圧倒的な1位だ。キング出ちゃえや。またこいつかよ。こいつでもやだよ。せっかくゴール近づいたってのにぞ。頼むからどっか行ってから戻ってきてくれ。次でゴールできる位置に行ったんだからさ、お願い。そう、もうどこでもいいから、どこでもいいから一旦行って、そして戻って。ダメだった。次回ボンビー決定、ありがとうございます。これで僕にもピンチが出てきたぞ。サイコロ減らして再開目指すぞ。なんかいろいろと逆だな。これで一気にゴールに近づけちゃうよ。バカキンにも追いつかれちゃったか。お金もまた増えちゃった。あれ。何回出てくんだよ。それの銀次出てきすぎだからさ。バカキンがずっと狙われてるね。こんなに出てくるってことはもう一緒に暮らしてるっていう説まで出てきたよ。それじゃあサイコロ増やして引き離していこう。一気にジェットカード、うおー、16以上いった。これはゴールできたかも。ゴールいけたかな。お、いけたぞ。あっさりゴールしすぎだよ。さあこれで2を引き離していく。引き離されてさらにはボンビー僕につく。これは辛すぎる。みんなで力を合わせてドヒ君を潰さないとこれは勝てそうにないよ。次のゴールすごく遠くなっちゃった。物件は買い占めだ。あとちょっとなのに残念観念なんてやねん。どやそう、残り61、とんでもなく遠くなっちゃった。これはもうぶっ飛びにかけた方が良さそうだな。これ以上遠くなることはなさそうだもんね。一気にいったらええ。
こっちの方向で合ってるかは分かりませんがね。どこまで行くんだ。ああ到着した。近づいた。全然近づいてないじゃんか。みんなかなり距離は遠いね。僕は近くに飛んでこれること祈るだけだ。おお、その前に宝くじで一攫千金だ。1等228億取れたらでかすぎる。さ、もっともっともっと進んで、もっと進んで。あー止まっちゃったか。3億でも、まあ、もらえるだけいいか。頼むから近くに飛んでくれ。お願いします。そこは遠く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 に行っちゃえ。あ、下の方はいいんじゃないの。あ、だけどちょっと近すぎるか。まだ終わりじゃないか。もっと遠くに行ってよ。もうなんで戻ってんだよ。あれ、まだ終わりじゃなかった。これは一発逆転で、そっちは違う、下の方に行って欲しかったのにな。あー、すごい金取られたし。残り63、結構近いんだね。どこが近いんだよ。めちゃくちゃ遠いじゃないかよ。これでかなり近づけたんじゃないのかな。さらにお金もガポガポ。またお金もらってスリの銀次来るかな。あ、今回は来ないか。来てくれたら面白かったのにな。それじゃあカード使って飛んでいこう。星に飛べるやつはまだもったいないよね。こんだけカード充実してるから。だからこの22のところに行ってみよう。一気に近づいて連続ゴールも夢じゃない。飛んでいくカードがないからな。早くカードをゲットしないと、この先も辛いぞ。あ、だけどいい駅がないな。仕方ないから一旦物件を買い占めておこう。そしてドイヒーが持ったボールに近づいたところでぴったりカードで飛んでいく。またそんな卑怯なことしてるのか。ドイヒーくんだけちょっと近づいたね。僕はもう世界旅行がいたらどうすることもできないからな。サイコロ振って終わりだね。カード売り場には行けたよ。この後のことも考えといてカードは補充しておこう。ようやくサイコロが増やせれるようになったよ。うわ、出てきちゃったスリの銀次。カード買った後でよかったよ。そうだよね、スリの銀次出てくれてよかったよね。よくないよ、お金全部持ってかれてんだからさ。ここから飛ばされて借金になるわけだからさ。借金できんの。それは最高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 裁判所。全然最高じゃないから。あー、なんか全然いい場所に飛んでってくれてないかな。なかなかゴールに近づくってのは無理か。まだ飛ぶのか。戻らなくていいから。さっきから3回飛ばれまくってどんどんお金なくなっていいぞ。よくないよ、どんどん1との差が広がってくよ。ゴールまでは5か6か56だから5か6とはえらい違いだよ。カードを取っといた方がいいよね。あ、これはサラミカードか。サミットカードね。そんな美味しいカードじゃございません。もうジェットカードで一気にゴールしちゃおう。誰かが飛んでこないうちにゴールと思ったけどまだできないか。できるだけ近づいといて物件は買い占めだ。ドヒーがゴールにかなり近づいたからここはぴったりカードで飛んでっちゃおう。次サイコロ1回でゴールできる位置までが良かったけどね。2人が一気に近づいた。このままだとまたボンビーでボンビー地獄から全然抜け出せない。4か4でいい場所、とりあえず進んどくか。それじゃあ物件買っておこうと言いたいところだけど、ボンビーのために、ああ戻ってくれた、よかった。戻るんだったら物件買っときゃよかったか。皆さんどうも、バカバカップバカキンです。あ、間違った、人間です。人間だけども、人間だけどもバカキンで合ってるでしょ。残り7だから近づいてスペシャルカードかな。6で一気に進んでいく。あ、港か、港はカードちょうだいよと。僕にもカードくれる日が来るなんて。東へカードだね。こんな燃えるゴミもらっても
困るな。ひどいこと言うな。何も持ってない時にはめちゃくちゃいいカードだったりするよ。スペシャルカードがあるから先にゴールされちゃうのかな。3で赤か。もう戻ってたらよりゴールできないじゃないか。2月だからもらえる金額もしょぼいし、やめてよ。せっかく少しずつ貯めてたお金が。みんなスリの銀次の餌食にあってゆく。今月でもうゴールされちゃうかな。その前に近づいとかないとまたまたボンビーになっちゃうからね。エリア飛びカードで飛んでくよ。オセアニアだ。オセアニアで一気にゴールを目指す。どうなのこの方向、もうちょっと下だった気もするんだけどな。到着。どうだった。微妙な距離だけど、まあバカ金を抜かせたからいいとするか。そしてクイズ、これ何半島なんだ。わかんないけどソマリアよっと。まぐれだから間違いってことでいいよね。せっかく当たったんだから当たりってことでいいじゃないか。どんどん近づいてってるぞ。まだまだ近づいちゃうよ。サンダー、赤はいっちゃいけないんだったっけ。じゃあ戻るとしようか。赤に入ってくのがバカ金の良さだったのに、ただのバカになっちゃった。結局バカなの。そこはただの金になったんじゃないの。なんか新しい精霊が出てきたよ。風の精霊だって何する気なんだろうな。嫌なこととかしてくるもんね。頼むからたまにはいいことしてくれよ。また踊ってルーレットみたいにいろいろ決めてくやつか。今回はどんなことが決まるんだろうな。祝福って言ってるよ。これはいいことなんじゃない。あ、先生だ。先生に祝福だ。せっかくいいこと起きんのに先生なのかよ。絶対卑怯なことしてるよな。卑怯なことなんてしてないから。何が起きるんだろうな。多分お金がもらえると思うんだけど、風力発電所の建設が決まったって。相当お金もらえるんじゃないのかな。何十億とかもらえたりするかな。しょぼかったね。結局がっかりイベントだったね。それじゃあとっととゴールしちゃおうか。スペシャルカードで一度ありがとうございます。これでまたまたアゴマッチョくんとの差を広げられたぞ。勢いが全然止められないな。ゴールもここの近くにしちゃって、一気にゴールして3連続ゴール、またまたスペシャルカードゲットとはいかないか。結構遠くになっちゃったな。物件を買い占めってハゲ邪魔くさい。なんとかドイヒーの買い占めを防ぐことができたぞ。残りは60か。せっかく近くまで来たってのに、ここはぶっ飛びにかけるしかない。右上の方だった。ちょっと右に角度つきすぎ。違うとこ行ってるな。もし上の方に行ってほしかったのに。これはもうそんな近づいてないんじゃないの。6マスだけ。今年もやってきました。けさ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 。まずは物件から入ってくる収入ランキング。ウイルスのせいでまた金額が少ない。早くワクチン作らないとずっと苦しめられちゃうのね。だけど僕が1位ということはダントツで1位だ。このままだと差が1000億とかになっちゃう。果たしてたっぷり差はつくのか。バイバイバイポンポロピー。次回カジノで奇跡を起こすしかない。ハゲイエジジイ、なんとかしてくれ。チャンネル登録よろしくお願いします。